さん、こんにちは。今回は大阪で滞在した素敵なホテル、ザ・ロイヤルパークアイコニック大阪御堂筋を紹介します。なかなかコスパのいいホテルなので、大阪滞在をお考えの方はぜひ参考にしてくださいね。さて、ザ・ロイヤルパークアイコニック大阪御堂筋の立地ですが、海外高級ブランド店が並ぶ御堂筋沿いにあり、オフィス街でもあり、周辺は落ち着いています。アクセスは淀屋橋、本町、いずれかの駅からそれぞれ 3,4 分でアクセスできます。2020年3月のまだ新しいホテルなどでとても楽しみです。ホテルロビーは15階なのでエレベーターで向かいます。こちらがロビーです。ロビーでチェックインの際も消毒・検温を徹底しており安心です。チェックインチェックアウトの時間ですが、チェックインは15時から、チェックアウトは11時です。私たちは今回エグゼクティブフロアに滞在する予定です。ご覧のような様々な特典があるので楽しみです。このロビーがあるフロアにはオールデイダイニングザ・ブリングがあります。こちらのレストランでは朝食、ランチ、ディナーをいただけるようです。なんとこちらではプロポーズプランナーによるプロポーズのサプライズ演出に対応してもらえるそうです。それでは今期部屋に向かいましょう。面積は約27平米。入った瞬間、ちょっと狭いかなと思ったのですが、見回してみると必要なものがコンパクトにまとめられていて結構落ち着きます。特にこの窓側にあるソファー、二人でゆったりと座れるので非常にいい感じです。24階からの眺めもなかなかいい感じですね。ペットボトルのお水、お茶やコーヒーなどは一通りありました。驚いたのは冷蔵庫にアイスペールが入っており、氷があらかじめ用意されていたこと。製氷機が共有スペースにあるのは知っていたのですが、このように部屋に用意しておいていただけるととてもありがたいです。温かい心遣いですね。こちらの部屋は洗面所は広くないのですが、バス、トイレ別、バスタブ付きなので非常に快適でした。以上、部屋はこんな感じです。これからエグゼクティブラウンジに行こうと思います。今回はティータイム、カクテルタイム、朝食、すべて利用させていただきました。まずはチェックイン後のティータイムです。ティータイムではフルーツや焼き菓子とともに英国のパッカのハーブティーとコーヒー、紅茶を楽しめます。さて、私たちですがこの日は非常に暑く、いくつかの神社仏閣を回ったのでもう本当にクタクタで、炭酸飲料のソフトドリンクをガブ飲みしてしまいました。
何杯でもごくごく飲めるというところもラウンジの嬉しいところです。スイーツですが、こちらのマフィン見かけはちょっとパサパサなのかなと思ったんですけれども、食べてみると想像以上にしっとりしており、とても美味しかったです。18時になり、カクテルタイムにお邪魞しました。2021年8月現在、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う営業変更を行っております。ラウンジ内ではアルコールをいただくことができません。その代わり部屋に持ち帰ることができます。お酒もこのようにたくさんの種類がありました。フードはこのように持ち帰られるようにパック詰めになっています。私たちはアルコールは飲まないのですが、感染症対策を考慮し部屋でいただくことにしました。近くのスーパーでインスタントスープを追加購入し、ラウンジのフードをいただきます。実はこの日はこれをディナーにしてしまいました。なかなか量があったので、朝食の私たちにはまあこれで十分かなといった感じでした。さて、翌日朝食に参ります。ちなみに朝食はこちらのラウンジかロビーのある15階のザ・ブリンクでいただけます。さて、朝食ですがメインを選び、その他はビュッフェというスタイルです。夫はベックベネディクト、私はフレンチトーストをお願いしました。他にも目玉焼きやオムレツなどを選ぶことができます。フレンチトーストはこんな感じ、そしてエッグベネディクトはこんな感じです。最後にフルーツ、スイーツ、ヨーグルトもいただきました。さて、残念ですがチェックアウトです。こちらのチェックアウト機でスピーディーなチェックアウトができます。ザ・ロイヤルパークアイコニック大阪御堂筋、いかがでしたか？非常にコスパも良く、新しくて綺麗で過ごしやすいホテルです。